栗葉涼子、第20学区新式見中学、14歳。インディアンポーカーの設計者はこの子ってわけ？で、カードの制作者と所属する機関は特定したんだけど、栗葉涼子が関わった実験とインディアンポーカーは直接は関係ないわ。彼女がやってたのは、栗葉涼子は実験力で2人に増えたわ。検体にした自分の体をバラバラにして欠けた部分は機械で補い、2人の栗葉は別々に生活して1年経ってから元の体につなぎ合わされたわ。2人に別れていた時の記憶も両方保持しているらしいわよ。美坂さんは魂ってあると思う？魂と呼ばれる現象があると仮定して、もし仮に別れていた時の栗葉の片方が命を落としたとして、離れた場所にいるもう片方の栗葉が同時に亡くなるとは考えづらいわよね。でも元に戻した結果、体は一つ。じゃあ残ったもう一つの魂はどこに行ったのかしら？みそかさんには普段の機関に潜入して栗葉の実験結果を確認してもらおうと思って。だからなんで私が？この魂の生成実験に有用性がもし見つかったら、今後一体何百人が同じ目に遭うかしらね。もしくは人間のクローン。もちろんただでとは言わないわ。将来的に彼女たちを一般社会で暮らしていけるようにしたいんじゃない？そんな時、私の人心掌握力や役に立つんじゃないかしら。この件についてだけは約束するわ。カイツちゃんから伝言、モノホンの栗葉涼子の足取りをつかんだってさ。お疲れ様でした。いい加減施設の外に。いやいや、念には念を入れて慎重に経過観察をする必要があるのです。しまった、母からもらったものなのに。だがその母のことが思い出せない。母だけじゃない、父も故郷の友人も。さてと、いない。なんだ一体。集中できん。問題ない、放っておいてくれ。では承諾のサインをいただけますか？悪いが忙しいんだ。カメラには映って。よっと、いきなりごめん。ちょっと話を聞かせてもらえるかしら？なんだお前たちは。取って食おうってわけじゃないんだから。第3位レールガン。あんたのサイボーグが逃亡するのをさっきこの目で見たわ。所長や研究員たちはドッペルゲンガーと呼んでいた。手術の後すぐにモニター越しに見せられたよ。栗葉涼子と認識している機械人形、誰もあれの危険性に耳を貸さなかった。人工皮膚だ。見つけた。